この5月にはパワーストーンカフェピーコックで大決算セールも5月11日から行っております。ブレスレット高級天然石がなんとなんと 50% オフになる超お祭り騒ぎを始めます。皆さん、開運してますか？鑑定士の堀田亜希です。さあ本日はいつもとは雰囲気が違ってピーコックの2階からお届けさせていただきたいと思います。今日はですね、完全保存版ということで、最強金運月にちなんで大金運を上げるにはおすすめのパワーストーン4種類お話しさせていただくのと、大金運引き寄せのパワーストーンって一体どんなこと、九星別のおすすめのアドバイス、今日はさせていただこうと思っております。今年で19年になるんですね、この店を開いて。パワーストーンカフェピーコックの方でお会いさせていただいたお客様は、私がこういうのがいいですよというお話をさせていただく機会が実は多いんですけれども、パワーストーンにどんな効果があるの、そんなのつけてたって言われる方中にはいらっしゃるし、そういうのはなんだか怖くてつけれないよなんていうね方もいらっしゃるんですけれども、ピーコックではですね、皆様一人一人とお話をさせていただいて、ご納得していただいて買っていただく方というのはすごく多いんですけれども、そもそもこの地球上に長い時間をかけて存在してきたわけですよね。人間が生まれてくる遥かより昔から大自然築き上げられてきた神秘凝縮されているようなもの、宇宙の未知なるパワーっていうものを宿しているのが天然石じゃないかなと私は思っております。国や産地によってね、色や模様とか全然違う、そのパワーストーン知れば知るほど本当に引き込まれていく実は世界なんです。見たこともないような鉱物、まだまだきっとおそらく存在もしてます。ダイヤモンド、ルビー、サファイア、奇跡と言われているものだったり、パワーストーンになるもの、反奇跡っていうものがあったり、歴史上においてもですね、様々なところでパワーストーンと言われているものは発見されてるし愛用されてきたものですよね。美しさで身につけるというものでもあるんですけれども、お守りだったり厄除けとしても身につけられてきたのがお石でございます。決して科学的に証明されるものではございません。しかしながらこのパワーストーン、持ち主の人の思いというところに反応してエネルギーを増強させてくれたり、守る力、いわゆるバリア張ってくれたり、いつもの持ってる力以上の成果を出すようなパワー強化、他にも開眼、先見の明です、判断力養わせてくれるというのも、すべては持ち主様の願望や思いに働きかけてくれる開運のエッセンス、これを身につけることによって開運体質になっていく秘めた力が本当にあるんじゃないかなと感じております。パワーストーン、やっぱり一番皆様が気になるところで言うと金運といったところになるんじゃないかなと思います。まずですね、タイガーアイでございます。虎の目と言われているタイガーアイ、金運でパワーストーンといえばタイガーアイというと一番有名じゃないかなと思うんですけれども、圧倒的な行動力を授けてくれて、目標達成をね導いてくれる、自分が動いて金を上げていく力、ビジネスシーンには最高のお守りと言われているお石ですからね、今頑張るぞという力を養いたい方にはやっぱりタイガーアイおすすめする機会が多いんじゃないかなと思っております。続いてはシトリンでございまーす。富とか繁栄の象徴、幸運を引き寄せる石としても有名なシトリンなんですけれども、商売繁盛といえばシトリン、黄色い水晶なので厄除け、魔除け、自分の身代わりというところにも力を発揮してくれるお石としても有名でございます。自分自身の自信、知恵を身につけさせてくれたり、財運や貯蓄運といったところも高めてくれると言われていて、貯金が苦手な方とかいらっしゃいましたら、シトリンをお守りにして自分の財布はしっかりと締められるような、そんな決心養わせてくれるんじゃないかなと思っております。さあそしてルチルクオーツでございます。私の選んできたルチルはまあ綺麗ですね。
一つ一つね、ルチルクオーツにもお顔があって、いろんなタイプがあります。水晶の中に金の針が入っているものになるんですけれども、大金運石の一つとも言われているお石でございます。集中力と直感力、勝負運というものを強くさせてくれると言われております。アンテナのように運を張り巡らせているということから、キャッチして自分に運気を運び入れる、そういった意味合いがあるようです。金運大強化したい方は、一つはぜひとも持っていただきたいお石の一つでございます。今のタイガー石トリン、他にルチルクオーツといったお石、ものすごくパワーストーンの中でも超有名な金運の天然石なんですが、ちょっとこれあまり見たことがないんじゃないかと思うので今日は最後にご紹介します。これは宝瓶天珠です。天珠といってチベットの古くからのお守りというもの、もう母の代から宝石屋さんなので、その頃からずっと扱ってるんですけれども、天珠というのは、目の宝石の石に特殊な技法を持って焼き付けをした特別なお守りに、本当にたくさんの種類があるんです。高いものだと何百万何千万する天珠と言われているロー天珠だったり、アンティークの天珠もあると言われております。うちにも何種類か珍しい天珠あるので、全国各地から天珠を求めてお客様もいらっしゃるんですけれども、その中でも、宝瓶天珠というのが、円という円、お金の円、縁石の円、すべて瓶の中に入りたがると言われております。財宝や幸せを全部貯めて増やし続けてくれる作用があると言われていて、私も実は愛用しております。ちっちゃいものから大きいものまでいろんな形があって、今回大セールで半額に実はなっておりますので、幸せが連鎖すると言われている宝瓶天珠、一つ入れてみるのもおすすめしております。この組み合わせというものもすごく重要なポイントで、身につけ方だったりするところにも金運の上がるポイントがあるんです。それを今日は九星別でお話しさせていただきたいと思います。まずは一泊水星さん。ぜひともポイントになる石は、一つ目立つように入れてあげること。例えばルチルクオーツをドン、天珠をドン。これだと思う石を一つ見つけて出会うようにしていただけると効果があるんじゃないでしょうか。さあ続いては時刻土星さんでございます。対極になるようにポイントの石を入れてあげることで運気倍増です。反対側に同じ石を入れてあげる。自分のポイントになる石を2つ対極に入れてあげて均等にデザインしてあげる。ぜひとも心がけてください。さあ続いては三碧木星さんです。トライアングルを意識してみましょう。過去、現在、未来という形で3点で置いてあげることで調和が望めます。その時に均等になるようにデザインしてあげることで、より効果を倍増してくれると言われております。さあ続いては白く木星さんでございます。4つの石をバランスよく四方に置いてあげましょう。東西南北のポイントになる石を同じもので揃えるか、金運の対角になるようなお石を同じものにしてあげる。綺麗に四方が揃ってるようなブレスレットをすることによって、様々な方角から運気を呼び寄せてくれるんじゃないでしょうか。さあ続いては五黄土星さん。水晶。例えば、ルチルクオーツも水晶がベース。シトリンも気水晶といって水晶なんですね。その水晶を必ず取り入れていただいて、魔除けを強化したブレスレットをぜひとも身につけてみてください。さあ、続いては六白金星さん。18金、ルチルクオーツといった金の効果が強いものを取り入れてデザインすることで、六白金星という金星の効果を高めてくれると言われております。ぜひやってみてください。さあ、七赤金星さん。パワーストーンを持つだけで強力に働くと言われている星回りの方です。色味がはっきりとした石を取り入れることで、そのパワー倍増でございます。さあ、続いて八白土星さんです。天珠取り入れることで大開運と言われているお星回りの一つです。土星のお星回りで金が生まれてくるということで、目のの力でもありますから黒というお石も増長させる一つのアイテムです。ぜひとも強力な天珠身につけてみるのもいいんじゃないでしょうか。さあ最後に九紫火星さんでございます。
直感力の高い方たちが多いと言われている九紫火星さん、自分自身の直感力というものをしっかりと信じて身につけること、これだと思った意思がきっとわかると思うので、探し求めて出会ってみていただけるといいと言われております。ぜひともそういった形で身につけてみてください。さあ、八白土星さん、豪土星さん、時刻土星さんという土星のお星回りの方々、木火土金水の表からしてみると、土星の星回りを持ってる人から金が生まれます。その金という星回りから水が生まれます。この間に金を挟まって土星さんと水星さんは、よりパワーストーンを身につけることで運気が倍増すると言われております。他にも金星さんの星の方、六白金星さん、七赤金星さんは、自分自身の金星のエネルギーを増長させてくれるのがパワーストーンの助けと言われております。ぜひともそういったところも意識してみるといいんじゃないかなと思います。ということで、皆さんいかがでしたでしょうか。5月にはこのパワーストーンカフェピーコックで大決算セールも5月11日から行っております。その詳細はまた次回の動画でゆっくりとお話をさせていただきますが、ブレスレット高級天然石がなんとなんと 50% オフになる超お祭り騒ぎを5月の末まで開催しております。お会いできた方にはぜひとも私からもアドバイスの方をさせていただきたいと思います。今の自分の持っているブレスレットにも追加して入れることもできますので、お気軽にご相談ください。遠方の方もいらっしゃると思いますので、ぜひとも公式 LINE の方から何かお問い合わせなんかありましたらご連絡いただければと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。